1時間ぐらいかかったのかな。あと、でもちょっとこう休みながらやるわ。熱射病が治らんと、ちょっとどうしようもないやな。熱射病なんだ。あと、ディフェンス面になんだね。百聞は一見にしかずね。請求列車の客人。私は泉州妖精の将軍、飛翔よ。私から紹介しよう。水色の服を着ているのが。前にいるのが陰月君の生まれ変わりで、その後ろにいるのが最近列車に加わった新人でしょ。二人の名前は私の耳にも届いてるわ。ラフの報告書の他に、妖精の天白氏があなたたちの情報を集めたの。一度会ってみたいと思ってたのよ。その理由は、ケーゲン将軍から聞いてるわよね。その通り。でもこれは尋問じゃないわ。ただ二人の話を聞いて、事実関係を明らかにしたいだけだから、安心して。ケーゲン将軍は報告書の中で、人滅軍団を剣木の災いの元凶と定め、人滅過疎の動向に注意するよう、他の天将に警告した。壊滅の手先はこれまでに、数えきれないほどの世界を破壊してきたわ。同盟も奴らを警戒していたけど、まさか、北条の残党と手を組むなんてね。幸い、剣木の災いによる被害は想像よりはるかに少ない。でも今回の事件は、ただ全てを焼き尽くす人滅軍団のやり方とは大きく異なるものだった。新作将軍と七死人たちの武勇は信じてるけど、報告書には記されていない詳細について知りたいの。だから、この機会に二人と話せたらと思って。先に言っておくけど、これから尋ねることは、必ずしも私の考えってわけじゃない。機嫌を損ねてしまうような質問もあるかもしれないけど、どうか悪く思わないでね。構わない。ただ俺たちに答えられることは、こちらが知っていることに限られる。そして将軍が聞きたいことは、すでに答えが出ているかもしれない。口が達者なのね。気に入ったわ。この天劇将軍って人、口がうまいな。目的はわからないけど、ケーゲンは正直に答えてほしいって言ってるし、とりあえず、知ってる事実だけを言えばいいか。じゃあ早速始めるわね。請求列車は指名手配犯、性格ハンターに導かれてラフを訪れ、性格の危機を解こうとした。でも銀河を歩む人なら性格ハンターの悪名を知らないはずがない。あなたたち七死人はどうして彼らの言葉を信じたの？ラフの他にもこの宇宙には正確に侵食された世界がたくさんある。前に列車が止まったヤリード6もそうだった。正確はレールを塞ぎ跳躍のリスクを高めることがある。だから正確が引き起こしたトラブルに対処するのも七死人の本分なんだ。正確の問題については聞いたことがあるわ。列車はいろんな世界をつなげようとしているから、
それに対応するのも当然のこと。破れた銀河を開拓が修復する。なるほど、確かに理にかなってるわね。報告書では薬王秘伝の回収、炭素についても触れられてる。彼女は横島な考えを抱き、絶滅大君と結託して性格を使い剣木を再生させた。一階の炭子町に過ぎない炭素がここまで手を回せるとは思えない。外敵と結託して性格を持ち込んだにしても、剣木を取り囲む古海は寿命族の領地。彼女はどうやって警備の目をかいくぐったの？タンスーとは会ったことがあるけど、彼女は宝庫の戦争で親友を亡くしたらしくて、巡守を憎んでた。だから泉州に復讐したくて探偵誌でずっと準備してきたんだ。復讐、それもまた巡守の一つね。でもそれはあくまで動機に過ぎない。彼女には寿命族が守る林苑郷に性格を持ち込める力なんてないわ。それについては炭素に聞くべきじゃないのか。残念だけど炭素はもう死んでるの。屍も灰になっちゃったから手がかりがまた一つ減ったわね。報告書では絶滅大君元老が事件の黒幕だとされてる。彼女は天白氏のある節都市の姿であなたたちに同行して、最後には忽然と姿を消した。存在自体が自由すぎて濡れ衣を着せる相手としては最適ね。俺は軽減将軍と一緒に元老と戦ったんだ。あいつは剣木の力を吸い取って頑丈な肉体を作ってた。多分最初からそれが目的だったんじゃないかな。壊滅の手先が肉体を手に入れて生き延びようとした。その視点はなかったわ。面白いじゃない。よろしい。二人の答えを聞く限り全ての問題に説明がつくわね。私からの質問はこれで終わりよ。それで秘書将軍はどう考える？報告書の疑問点は解消されたのか？二人の七し人は正直に答えてくれた。まだ説明のつかない部分もあるけど、私の直感ではこれで十分。でもさっき尋ねた三つの質問は七し人だけじゃなく軽減将軍に対してのものでもあるの。一つ、薬王秘伝がラフの内部で成長していることを録音は察知できなかった。それすなわち職務怠慢。二つ、性格ハンターの言い分を鵜呑みにして危機解決の重責を他人に委ねた挙句、儒家の後に接触することを許した。それすなわち責務放棄。三つ、剣木の災いの後独断で演武天霊の開催を決め、ラフを再び宇宙の注目の的にした。それすなわち戦略不全。天劇将軍、それはお前さんの考えか、それとも獣王の意思か？最初に言ったでしょ、私が尋ねることは必ずしも私の考えじゃないって。薬王秘伝の勢力は複雑に入り混じっていて、長い間陰謀を企てていた。それに気づかなかったのは確かに私の落ち度だ。性格ハンターの予言は
私も鵜呑みにしているわけではない。ただ事実として敵に対応している間にラフは剣木の災いを乗り越えた。そう考えればエリオの予言も出任せとは言えないだろう。演武天霊については災いを引き入れるリスクがあることは十分理解している。だがリスクは同時に転機でもある。ラフは長らく停滞していたからな。そろそろ治水をかき混ぜ淀みを取り除かなければ。さすがは新作将軍、文化人ね。ほんの少しの言葉で先週熟語大全を読んだ気分になっちゃった。気に入ったわ。でも残念だけど報告書が提出された日から同盟内では流言や憶測が飛び交ってるの。ラフ内部からも剣木が再生したのは将軍の職務怠慢が原因だっていう指摘が上がってるしね。では秘書将軍はどう考えているんだ。同じ天将としてこの座につくことがいかに難しいかは理解してるわ。私にとって遥か遠くにいる人たちの声は意味のない騒音に過ぎない。ラフで起こったこと、それによってもたらされる危機とその背後に隠された意味は新作将軍にしかわからない。妖精が最近直面した問題のように。それはつまり妖精も請求軍の石膏から堀人がまた動き出したって報告があったの。バラバラになっていた両軍が互いに攻め合い併合してより大きな両軍を形成していってる。マングスって呼ばれるものが連中を導いてるみたい。もの？送られてきた情報によるとそれは堀人じゃない。長生の主の使者を自称する女で12の顔12対の牙を持ち猛毒のように残酷で流砂のように変幻自在。堀人は彼女が自分たちに再起のチャンスを与えてくれると信じてる。元老か。ええ、来たのが私でよかったわね。もし仁明将軍や重藤将軍だったらここまで友好的な会話は望めなかったかもしれないわ。私は直感を信じてるからあなたたちのような正々堂々とした義教を疑うことはない。でもラフが難しい局面に立たされてることも確かだから同盟に申し開きができるよう一番大事な点を押さえておきたいと思ってるの。秘書将軍、どうするつもりだ。軽減将軍ならわかってるでしょ。でもあなたがやりたくないって言うなら私が代わりに務めてあげる。剣木の剣に対する指摘や疑いの声を抑えるには獣王氏の裁定が必要になるわ。それを得るために七死人の二人には一緒に優秀国へ行ってもらいたいの。拘束するんじゃなくて合教台を使って詳しい証言を残すよう獣王氏の文字部の判官に申請するのよ。これは報告書を保管するためでもあり同盟内の抗議の声を封じるためでもある。俺は構わないが。素晴らしい。これほど協力的で思いやりがあるとは感動して涙が出そうだ。わかった。天撃将軍の要求に従おう。あともう一つ大事な用があるの。獣王氏の印が押された証言は同盟上層部の反対の声を抑えるためのもの。そして軽減将軍には妖精の姑息の声を聞いてもらいたい。天撃将軍は風霊のために来たのか。ええ、私はラフの優秀国に収容されてるホリジンの祖父風霊を妖精に移管したい。近頃のホリジンの動向は奴らが大きな計画を企てていることを証明してる。それが何であろうと一刻も早く対処しないと。
風霊は古族の旧敵だからな。古族が管理収容することは道理にかなっている。飛翔将軍がラフの処置を信用してくれるのなら、こちらも当然それに報いるべきだ。炎王はどう考える？激しい論争になるかと思ったが、わしの考えすぎだったようだ。二人が互いの問題を解決すると決めたのなら、そうするのが一番だろう。風霊の身柄の引き渡しについては、まずは部下の昇級とモゼに牢屋の状況を確認させて、それから応送の準備をしたい。他に問題がなければ早速始めましょう。すまないな。優秀国での証言の記録にはそれほど時間はかからないと思うが、これから使者を呼んで二人を獣王子文字部の半眼のところまで案内させよう。そこで証言を残せば帰れるから、何も心配することはない。わかった。将軍の言う通りにしよう。軽減将軍の要請により出迎えに来ました。文書は用意してあります。文字部の半眼にもお二人の来意を伝えていますよ。優秀国、何年ぶりだろうな。またここに戻ってくることになるとは思わなかった。炭鉱、俺は大丈夫だ。準備ができたのなら獄門を開きますね。ここは優秀国の数ある隠し扉の一つで、現在は臨時の出入り口として使われているんです。あなたたちは犯罪者ではありませんから、罪人を応送する門から入らせるわけにはいきませんので。ではどうぞお入りください。
準備ができたのなら。何を見ている？ラフの優秀国、妖精のものとは随分違いますね。水の下に隠されているなんて。空の上だろうと水の下だろうと脱出するのは簡単だ。おや、また脱獄壁が抑えられなくなったんですか。詮索するのはやめなさい。今の君は自由の身なのですから。ここで半眼たちに何か企んでいると思われたら、数百年の懲役を食らうことになりますよ。仮に捕まったとしても、数日後にはまた俺の顔を見ることになるだろうな。風霊を妖精に応送することは、妖精の子族だけでなく将軍にとっても非常に重要なこと。用心していきましょう。はじめまして、私は節意と言います。獣王子サジブの命を受け、ここでお二人を待っていました。昇級モゼ、天劇将軍秘書より堀の重罪に風霊を妖精へ応送するよう命を受けてまいりました。今回は風霊の収容状況を見て応送の下準備をすることが目的です。半眼さんもすでに知らせを受けているでしょう。はい、面会の申請は承認されました。ここからは私が案内人を務めます。罪人風霊、豊穣の忌み者、堀人の戦手、スフ、古族の大敵、そのものは2123回に及ぶ侵略戦争およびそれに付随する連帯犯罪の責を負わなければならない。その凶暴かつ残忍な行いを鑑み、優秀国の底へ投獄した後、天地が滅ぶまで無限賢者の刑に処するものとする。半眼さん、判決文を読み上げる必要はありませんよ。風霊は我ら古族の旧敵、妖精の人は彼の悪名を叱り文句に子供をしつけるので、その行いも全て知っていますから。早く次の手順に進みましょう。重罪人に面会する以上、全ての規則があなたたちの安否に関わります。幼い頃から風霊の伝説を聞いていたとしても、彼を正しく認識していることにはなりません。優秀国の底に閉じ込められているのがどのような忌み物なのか知っているのは獣王子の半眼だけです。ラフの先代剣手慶竜が風霊を捕らえてから早数百、優秀国は風霊に食事を与えたことはありませんが、それでも奴は生きています。これは記録にある堀人の生理機能と一致しません。刑事部が作った無限賢者は、罪を重ねた忌み物に苦痛を与えるための刑具です。ほとんどの堀人は賢者刑に3日も耐えられずに死んでしまいますが、あの妖物は違う。剣に刺されてもすぐに回復して、今でも刑を受けながら生きながらえているのです。この凶悪な獣の異常性こそが規則を必要とする理由です。ここまで言えば理解できるでしょう。僕が僧侶でした。続けてください。
風霊との面会における禁止事項をまとめたものをあなたたちに渡しておきます。しっかり目を通してください。それと次の階層に行く前に必ずこの丹薬を服用するようお願いします。得体の知れない薬を飲むつもりはない。では最下層に行かせることはできません。飲みましょう。風霊はホリジンですからね。朗読というフェロモンを放ち相手の恐怖を呼び起こせるのです。数千年前我が一族はホリジンに奴隷として扱われていながら抵抗することができずにいました。その原因は古族が奴らに劣っているからではなく、そのフェロモンにあったのです。ハンガンさんは僕たちの心の健康を気にかけてくれているのですよ。はぁ、わかった。やっぱり君は話のわかる人ですね。薬は飲みましたので行きましょうか。ハンガンさん、どうしました？いえ、何でもありません。多分僕の勘違いです。行きましょう。着きました。ハンガンはまだ来ていないようなので少々お待ちください。お待たせ。列車からの客人、私は文字部の判官カンア。また会ったね。この間の水炎での妖魔退治について改めてお礼を言わせて、力を貸してくれてありがとう。どうやら俺と美月の知らないうちに先週で新しい友人ができたようだな。あなたとは確かに縁があるけど、獣王の御前で私情を挟むことは許されない。六次長で証言を残す時も、その後もろもろの手続きをする時も、勝手な行動は控えて必ず私の指示に従うように。ここは妖の世界に住む人が長居する場所じゃない。二人とも私についてきて。ああ、では案内を頼む。私が機関を起動させるから足元に気をつけて進んで。
ここは極地動天、北郷峰の霊気を取り込んでるの。生命力。二人とも今何か聞こえなかった？一度確認してみよう。コンテナがこんなに邪魔だね。このコンテナ見覚えがあるな。何日か前、カンパニーの輸送船がホリジンに襲撃されたとかでメーサが召集されたの。それから大量の忌み物がここに収監されたんだ。演武典礼が開催されるからよからぬことを企む連中が出てくるのはしょうがないと思う。でも貨物と強盗が一緒に投獄されるのは初めて見た。それなら私も聞いてる。博識学会の人が何か危険なものを作り出したって。因果伝の書類には彼らに関する記録がたくさん残されてるの。気候技術の限界を突破するためによく近畿の研究に手を出してるみたい。コンテナの中のロボット、外見がホリジンに似てるんだけど、彼らはこれを使って何をしようとしてたんだろう。とにかく私たちは先を急ごう。おかしい。収容物の二次検査はしてないはずなのに。転換。
勝意。人事はなす。ユニゾンが響く。自信があるみたいだ。湘南に過ぎないわ。自信があるみたいだ。星々の反響。すべては君たち。本名転換。言動を渡そう。涙雨。ふっ、ふれて溢れる。飲め。湘南に過ぎないわ。自信がある。そうよ、一体すべて吹き。人事をなす。またか。すべてが共鳴する。異能を渡そう。星々の反響。メーサは規定通りに動力を切ってコンテナに封印を施したはずなのに、どうして動けたんだろう。構造士の時と同じだな。貨物が暴走して手当たり次第に人を攻撃する。探偵士の人間がロボットを調べたところ、中に尋常ならざる構造が隠されていることが分かったんだ。こんな危険なものが優秀国に現れた理由は一つしか考えられない。囚人の脱獄を幇助するため。この貨物を送ってきた人物は先週の厳しい審査プロセスによって、その危険性が天白市と運気軍に知れ渡ることを望んだのだろう。そうすれば確実に優秀国に送り込まれるからな。誰も気づかないうちにこれが行動を始めていたら、どんな危険な状況になってたか。それだけじゃない。あなたたち以外に妖精の使者たちも優秀国の深部に入ってるの。彼らの面会相手が狼型ロボットを送り込んだ者たちの目標かもしれない。最深部に投獄されてる悪獣を逃がしたりなんかしたら、ラフが危ない。着きました。ハンガンさん、もう着いたのですか。檻が見当たりませんが。重悪の限りを尽くした滞在人は皆幽獄の底にある独立した洞天に収容されています。勅令がない限り開けることはできません。成長が道を開き、名刀が道を照らす。ここの石灯籠を灯せば幽獄の底に通じる道が現れます。次はどう配置しましょうか。転倒するために必要な図は渡しました。確認してください。
頭を使えば手間も省けるというもの。二人とも道は開きました。遊牧の底にたどり着いたら軽率な行動は控えるようお願いします。この門の向こうにある洞天に古族の旧敵風霊が収容されています。慣例では妖精の施設が100年に一度ラフを訪れ風霊の状況と生死を確認することになっています。獣王氏の判決により風霊は無限剣樹の刑に処され日々苦痛を与えられていますが、私はよく知っています。妖精の施設たちが真に望んでいるのは風霊の死だということを。残念ながらこの700年間彼らはいつも失望して帰っていきました。あれは殺せない悪獣なのです。もし世界最悪の毒が薬の元となり婿の命を一つでも救うことができたなら、奴が犯した罪も少しは償えるでしょう。将軍の治療薬となり得るのはお前か、フレイ。妖精の施設は今回も失望して帰るだろう。しかし私たちは違う。何者？私はモード、再建領軍のしがない作門官だ。ブベン、低層に侵入者あり、急ぎ増援を。ここは幽谷の底、貴様らの叫びは誰にも届かない。牢屋を開けてくれたこと礼を言うぞ、ハン。後のことは私たちに任せればいい。ずっと獣の匂いがしていたのは気のせいではなかったのですね。モゼ、やってください。二人とも、忌み物どもを近づけさせないでください。忌み物が多すぎる。優秀国に入れ、使える兵はそこら中にある。
信じなす。せっかくですから、ぜひ召し上がってください。涙雨クリティアフロール。早めに降伏した方がいい。生かしておくつもりはない。少なくとも無駄な苦痛は省ける。さあ存分に味わえ。またか。火力が足りない。全てが消える。涙雨クリティアフロール。よまいごとは死になさい。モセ、木を見てここを離れてください。まだその時じゃない。自信があるみたい。せっかくですから、ぜひ召し上がってください。湘南に過ぎない。発覚を消化消意人事なす。火力が足りない。せっかくですから、ぜひ召し上がってください。涙雨クリティアフロール。すべてまたか。恩義を転換。発覚を。言動を渡そう。せっかくですから、ぜひ召し上がってください。涙雨クリティアフロール。火力が足りない。世界に上がりました。前回の借りから請求は何回回った。ドゥーランの子よ、貴様の名を教えろ。偉大なる風霊火眼、古族の大敵地上のカリウドよ。我が名はモード。再建領軍もしがない作文官にして、あなた様の血筋から生まれた取るに足らない子孫の一人かもしれません。あなた様が最後に一族を率い政界の狩り場をかけた日から少なくとも700年が経過しました。しかし昔と変わらぬ聡明なご様子がうかがえて、
私はこの上ない喜びを感じております。700年が過ぎたのか。ドゥーランの子はなぜ貴様のような姿になったのだ。答えろモーデュ、なぜ貴様は我らの下賤な奴隷であり仇である子族の姿をしている。私はあなた様を牢屋より解き放つよう命を受けてまいりました。これはセンチェア、そのため私は麻薬を飲み卑しい家畜の皮をかぶり奴らに変装しなければならなかったのです。脱出の計画があるということだな。ではこの果てしなく巨大な船からどうやって離れる。私と仲間たちで監獄の門を封じ、監視を中に閉じ込め窒息させます。そうすれば一息つく時間ができるでしょう。私のように変装した仲間が脱出用の船を用意いたします。計画の通りに行けば私たちに与えられた猶予は4時間。本来なら明日決行するつもりだったのですが、あなた様を泉州妖精に移そうとする動きがありましたので、この機を逃すまいと今日行動を起こすことにしたのです。バカが軽率なことを。たとえ船があろうと、俺たちが脱出できる確率は子族が俺の爪から逃れる可能性よりはるかに低い。あなた様をお救いするためにはこうするしかなかったのです。私を派遣した長生の主の使者が言っておりました。かの者の帰還だけが長きにわたる堀人の分裂を終わらせることができると。この作戦に参加した仲間たちは皆覚悟を決めております。必ずやあなた様を脱出させてみせましょう。貴様のように狡猾に生き延びようとする弱者でも計画の中で愚かしいほどの勇敢さを見せるとはな。貴様の願いは叶う。全てのドゥーランの子らの願いは叶うだろう。はは、では参りましょう。離れる前に貴様らが口にした麻薬を俺にもよこす。まさか卑しい家畜の皮をかぶるおつもりですか。それはあなた様のご尊名を傷つけることに。アホ、いくら偉大であろうと自由でなければ意味はない。ここを離れた後疑われない風貌が必要だ。御意のままに。あの子族の奴隷は俺に捧げる食料か。いえ、こいつは泉州妖精の施設です。まだ人質としての価値がありますので、今しばらく我慢していただければと。さあこいつを連れて出発するぞ。様、現在各区域の部分が体制の立て直しを図っています。気候の敵があちこちを襲撃して多くの仲間を傷つけました。それだけではありません。あの鉄の狼たちは牢屋を壊して囚人を解き放ちました。私たちも外部に救援を求めようとしたのですが、全ての通信が遮断されているようで。今は軽率な行動は控えて、先に単独で動いている敵を鎮圧して、獣王の勅令によりこれより脱獄者及び協力者の処理を開始する。15分前南国臨場が起動しました。おそらく摂理様と妖精の施設が遊獄の底に入ったのでしょう。彼らと連絡が取れないことから考えても、賊の目的はその場所にあるに違いありません。
あの悪獣を逃がすわけにはいかない。戦闘可能な監視の人数を確認しました。直ちに各層へ向かい捜索に当たります。行きなさい。襲撃者がここまで大胆な行動を取るとは、きっと長い間計画を練っていたんだろう。うん、そうだと思う。でもホリジンは暴力による殺傷を好むから、今回の周到な計画は奴らの発案だとは思えない。うん、今は緊急事態。細かいことは振り返りの時に考えよう。二人とも私に力を貸して。カンガ、幽谷の底までの最短ルートを教えてくれ。事態は一刻を争う。このままでは幽州国全体が俺たちの敵になってしまうかもしれない。こうなったら奥の手を使うしかないか。私についてきて。監獄内の囚人は妙なまで。獣王の勅令により、接触次第脱獄者及び協力者を始末せよ。あ、お疲れ様です。あ、暑かったね。なんか日射病っぽくて、なんか頭痛くて冷えた。冷えた、今、なんか、マイス、大盛り枕じゃねえけど、のどに、で、寝てるんですけど、これやばいかも。バーレールで目を閉じながら、こう、会長呼ぶなるのを待ちながらやってたんですけど、